札幌ドームにお集まりのファイターズファンの皆さん、そして全国のファイターズファンの皆さん、お待たせいたしました。今日のヒーローは投打のヒーロー3人です。有原康平投手、近藤健介選手、そしてブランドン・レアード選手です。まずは有原投手、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。この大歓声、今聞いていかがですか？本当勝つことができて嬉しいです。ありがとうございます。今日の大事な試合、7回を投げて1失点という結果でした。ご自身のピッチング、どう振り返りますか？本当バックに助けられたというか、本当いい守備があったので7回投げ切れたと思います。はい。バックに助けられてという言葉ありましたが、初回にはお隣にいる2人の活躍もありましたが、どうご覧になってましたか？そうですね、やっぱり初回いい形で点を取ってくれたので本当に投げやすかったです。感謝します。この援護点をもらって最後まで粘りのピッチング、6回7回はノーヒットに抑えました。最後はどんな気持ちで投げてたんでしょうか？もう先のことは考えず、もう本当一人一人っていう気持ちで投げたのが良かったなと思います。そして今日有原投手、武田勝投手のメッセージが書かれた T シャツを着ていますが、直筆で書かれた部分、読んでいただいてもよろしいでしょうか？はい、王手をかけると書いていただきました。勝投手の意図とは少し違ったかもしれませんが、ご自身の好投で見事王手をかけました。そのあたりどんな風に感じてますか？もう今日も勝さんに回ってきたなというふうに声をかけてもらったので、まあ、今日勝ったのは勝さんのおかげだと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて近藤選手にお話を伺います。見事な先制タイムリー、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。初回にいきなりチャンスが回ってきましたが、最初の打席どんな思いで迎えましたか？そうですね、有原さんと初回三者凡退を抑えたら3点取ると約束してたので、何とかつなげてよかったです。その約束通り千賀投手の初球を捉えました。あのバッティング振り返っていかがですか？そうですね、もう本当にチャンスだったので初球からどんどん行こうという気持ちで行ったのが良かったかなと思います。そして打った瞬間大きなガッツポーズも出ました。どんな思いでしたか？はい、まあ嬉しかったです。はい。その後もヒットを放ちました。今日打順5番でしたけれども、そのあたりの思いというのはどうだったんでしょうか？そうですね、もう本当に使っていただいているので、どこで出てもしっかりと結果を出さないといけないと思っているので、本当に初回打ててよかったかなと思います。さあ、その近藤選手に続きましたレアード選手にもお話を伺います。ナイスホームランでした。ありがとうございます。近藤選手のタイムリーの後スリーランホームラン、本当に大きな追加点となりましたね。そうですね、めっちゃエグかった。あの打席ツーストライクと追い込まれてからの6球目でした。追い込まれてからの意識というのはどうだったんでしょうか？Just look for a fork ball up in the zone. I'm just looking for him to make a mistake. So, he did, and I was fortunate to hit a home run. もうフォークボールが来ると思ってて、それだけを張っていたので、ちょうど甘いところに来てくれたので、思いっきり振り抜きました。レアード選手、これで2試合連続でのホームランということになりました。この大舞台でのご自身の活躍、どんな風に感じてますか？そうですね。No, I'm just trying to do my best for the team. Arihara pitched great. Kondo came up with a big hit, and it was a good win. もうとにかくチームの勝利のために全力を尽くしているだけです。
有原も素晴らしいピッチングして近藤もいいところで打ってくれたので自分もスリーラン打てて本当に良かったです。非常に頼もしいレアード選手、このポストシーズンもたくさんお寿司握ってくれますか？ Yes, a lot, a lot of sushi. はい、たくさんの寿司を握ります。さあ、ファイターズ今日勝ちましたので日本シリーズ進出まであと1勝王手をかけました。あと1勝です。明日の試合に向けて最後お一人ずつメッセージをお願いいたします。明日決めるぞ。ありがとうございました。続いて近藤選手お願いいたします。熱いご声援ありがとうございました。明日決めます。ぜひ応援してください。ありがとうございました。最後に有原投手もお願いいたします。本日は応援ありがとうございました。明日も頑張ります。明日決めるぞ。ありがとうございました。今日のヒーローは有原浩平投手、近藤健介選手、そしてレアード選手でした。さあ、力強く3人による明日決めるぞという、ね、宣言がありましたけれども、はい、今日は豪華な投打3人のヒーローということになりました。さあ、ということで